皆さんこんにちは。本日は姫路市に来ております。姫路と言いますと、おそらく一番有名なのはこの駅前の道をずっとまっすぐに行った、もう見えていますね、あちら姫路城です。姫路といえば姫路城なんで、この上の方に登ったらすごく綺麗に見えるんで、ちょっと登っていきましょうか。いろんなお城を巡っていきましたが、おそらく市民に最も愛されているのがこの姫路城です。姫路の人にね、姫路のいいところは何ですかというふうに聞いたらね、絶対に名前が上がってくるのがこの姫路城です。姫路の場所が分かんない人も結構いると思いますので、ここで確認しておきますと、姫路はどこにあるかというと、ここですね、神戸のちょっと西側にあります。つまり、兵庫県ですね。この姫路城、あ、もう出てるな。現在僕がいるのが姫路城の南側にある姫路駅なんですが、この駅からずっとまっすぐ進んでいったら姫路城に到着するといった形になっていますが、しかし当然ですが、僕のチャンネルでそんな簡単な巡り方はしません。こちらが姫路城の昔の古地図です。今見て分かります通り、現在のお城までまっすぐ伸びている道というのはですね、もうこの頃ないんですよ。で、現在地の駅というのがどこにあるかと言いますと、大体この辺りです。こちらの地図が僕が事前に準備してきた地図なんですが、黄色いのがですね、かつてあった道で、青いのがかつてあったお堀ですね。で、現在地どこかなと思って見てみると、ここが駅です。つまりこの駅の目の前に進んでいくとお堀があっても通れないわけです。じゃあこのお堀があったのはどこら辺かなと思って見てみると、大体あそこにですね、横断歩道があるの分かりますか。あそこら辺にお堀があったと言われています。なので、ここを通って向こうのお城に進んでいくことは江戸時代にはできなかったんです。じゃあ江戸時代の人たちはどうしていたかと言いますと、ここの駅からですね、西の方向に進んでいくと、ここにかつての道があるんですよ。なので、まずは駅を西の方向に進んでいき、向こうにある昔の道を通ってお城まで向かっていきましょう。さて、駅から西の方向に移動してきました。現在地がここ、この南北に通っている道が昔からある道、鹿間街道です。じゃあ見てみると、これが鹿間街道ですね。で、さっき僕がいた駅というのはこちらの方、あそこに展望台が見えています。これですね。だから、まあ、展望台から3分くらい歩いてくればこのかつての道に出ることができます。ぜひね、姫路城を訪れるんであれば昔の道を通ってみた方がいいでしょう。なぜかというとですね、だいたい姫路城といったら皆さんがお城が始まると思うのはこの辺りだけなんですよ。実はそうではなくって、姫路城というのはもっと大きいです。このくらいの大きさがあったので、現在僕がいるこの場所もほぼお城の中というか、お城に入るすぐギリギリの場所みたいな感じです。先ほどお見せした古地図で確認してみると、ここに駅があって、西の方向に移動して、ここが鹿間街道で、ちょっと北の方に行きますと、ここに高架があるんですよね。で、この高架の横に青いお堀があるの分かると思います。これパッと開いてみると、現在地ここら辺なんですよね。ということは、もうこのお堀の中に入ってしまえば完全にお城の中、城下町になっているんです。だから、もうあそこに見えていますが、ちょっとぼやけたな、あ、こうですね、はい、あそこに見えていますが、高架のあたり、もうこのあたりからお城は始まっているんですよ。というのが分かりやすい絵がこちらです。多分これは江戸時代に描かれた鳥観図といって、まあ、鳥の目線から描いた絵なんですが、ここにあるのが姫路城の天守閣で、現在地はどこかなと思って見ていくと、だいたいこの辺りに当たります。ここにね、お堀があるの見えますかね。ここのすぐそばに門があるんですね。今から通りますのがこちらの門だから、右側にお堀があって左側にもお堀があるというのが、先ほど見ていた地図ではこの辺りですね、右と左にお堀があって、ここに門があったんだろうということで、じゃあその門の跡地に向かっていきましょう。さて、高架の真下の辺りまでやってきたんですが、地図を見てみると、昔の道というのはこのガードを出て左側、この道ですね。しかしこの道現在残っているんですが、今ねこっちの方に繋がっているんですが、こっちは昔なかったのが、古地図を見たら分かります。もうちょっと向こうの奥の方に入り口があったんですね。で、その後にカクッと曲がってこんな感じで、この現在ある商店街ですかね、中央通りというふうに書いてありますが、ここに繋がっていました。だいたいこういうね、お堀の跡とかは地盤沈下が起きやすいんで、こんな感じで床の方に近づいて見てみると、
へこんでたりするんですよ。見えますかね、こっちの方、この辺りが少しへこんでいるかなと思います。ちょっと分かりにくいんですが、ここは分かりやすいですよね。ここの地面はまあ突然グッとへこんで、なんかこっち側が高くってこっち側が低いみたいな、そんな感じになっているのが分かるでしょう。これはおそらくお堀が昔あったから、その影響で地盤が弱くなっているんだと思います。とはいえしっかり作られてるなという感じなんで、なんか他の地域に行ったりしたらもうちょっと分かりやすいものがあったりするんですが、今回この姫路はないな。さて向こう側、今僕が見ているのが西の方角なんですが、こんな感じでカク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 と曲がった後に向こうに進んでいくという話をしていたんですが、ちょうどよくねここに看板がありましたよ。鹿松門って読むのかな、なんて書いてる、姫路城南方の外堀にかかる門で、姫路城の、外の港である鹿松、だから南の方向にですね鹿間といった地域が現在もあるんですが、そこに港があったということが書いてあります。でその港に向かう街道に向かって開かれていることからこの名前がある、だから鹿松門というふうな名前だったんだよと。 Google で鹿松というふうに検索してみたんですが、このように現在僕がいる場所から南の方向に点々とそのような名前をつけている施設というか場所というか、そんなものが並んでいるのがわかるかと思います。この南の方向に、鹿間といった港があったわけです。これとかわかりやすいですね、カクカクと曲がっていた。僕がさっき歩いてきたのはこっちの方が駅なんですよ。で駅の方からこっちの方に進んできて、ここに鹿間街道がありますよとまっすぐ行きましたと。で多分この点線が今残ってる道なんでしょうね。でこの道を右に行って進んでいったらここが商店街なんですが、昔はその奥の方にある道をカクカクと曲がって、そして北の方向に向かっていったというような形です。なので現在僕が見ているこの道ですが、この道というのはこの門の右側のここですね、この南北の道ということで、じゃあ昔からあったこの道を北に向かっていきましょう。そんで北の方向に向かっていきますと、またこんな感じで屋根があるアーケードが出てくるんですが、このアーケードは多分ね上から見たら分かりやすいかな。上空からの地図を確認します。こちらがかつての古地図です。この現在僕が指差している道を見ていただいたら分かるかなと思うんですが、少し斜めに下がってるんですね。この道を現在の上空の地図から見るとこのような感じ、ここが斜めになっていて、今も昔の道が残っているのが分かります。この黄色い道はね新しい道です。つまりはなので今通ってきたのはだいたいここをカクカクカクと曲がった後に北に行った、で昔の道に到着したんで、これをまっすぐ行って黄色い道に出るのではなく、あれが黄色い道ですね、ではなく、この細い屋根があるアーケードを右に曲がって進んだ方が昔の道です。ということであちらの新しい道ではなく、この古い道を進んでいきます。鳥観図でこの周辺がどのような光景だったのかというのを確認してみると、鹿間の門を入っていきますとだいたいこのような状況なので、なんだろうな、瓦のお家が結構出てきてるのかな。でも外側、堀の外側は瓦のお家はないんで、やっぱり住んでいる人が全然違うんでしょうね。こっちの南の方は多分、農民とかそういった人々が住んでいた場所で、この辺りは長屋になっているので商人でしょうね。この古地図ですが結構ね地図に色が塗ってあって分かりやすくしています。この紫っぽい色、この紫っぽい色が塗ってある場所には商人が住んでいました。ということは現在いる僕がこの辺り歩いてきたんで、やっぱり商人が住んでいたんですね。ちなみにこの濃ゆい紫というのはお寺っぽいな、お寺っぽいですね。現在のこの光景を見てもまだね商人の方々が住んでらっしゃるみたいなんで、同じような使われ方をしている場所なんでしょう。これが今僕見ている方向、南の方向、そしてこちらが北の方角です。多分一番複雑だったのが今通ってきた道でして、この辺りに駅があり西の方向に行き、で北の方向に行ったらなんか駅の高架下を通って、で鹿間門ですよと言った後に右に曲がったら現在見えていたのがこの道なんですが、あとはねこの道をずっと北の方向に進んでいきますとこのような門があり、で
もうそこからまっすぐ進んでいけば、まあ、ちょっと途中で曲がったりはするんですが、まっすぐ進んでいけばこのような姫路城が出てきますと、まあ、姫路城というかあの本丸とかそこら辺なんですが、まあそういうことでこの道をずっとまっすぐ進んで昔の江戸時代の人々は姫路城に向かっていったわけです。実際に姫路城があった頃の時代というか、まあ、姫路城らしい時代を、体験したいなと思うのであればこちらの道を通った方がいいでしょう。姫路駅が開業したのはいつなんだと思ってですね検索してみたんですが、ここにありました。開業年月日が1888年、つまり明治21年。当然ですが江戸時代に鉄道は通っていません。鉄道が通っている現代はですね、まあ、姫路の中心というか、人々が集まる場所というのはおそらくこの駅前だと思うんですよ。ですがこの鉄道がないというふうになりますと、当時一番栄えていた交通移動の手段といえば、まあ、海なわけです。だからその交通の手段と、お城をつないでいるのが、重要な鹿間街道でした。そんな鹿間からお城に続いているこの道というのはですね、かつてはすごく賑わっていたんだと思います。現在は全然人がいませんが、そのように考えて想像で補いながら歩いていきましょう。実際に自分の足で歩いてみると、まあ、駅前のあたりは結構開発が進んでいて分かんなかったけれど、このあたりは普通に昔の道が残っていますね。ちなみに先ほど通ってきたここのお堀ですが、このお堀をですね外側にある堀と書いて外堀と言います。で現在も残っているこの姫路城のすぐ近くにあるお堀ですが、これはですね内側にある堀と書いて内堀です。で現在はね残ってないもう一個のお堀がここに載っているんですが、これは、まあ、その中間点にあるということで中堀というふうに呼ばれました。でこのねお堀でまあ、囲われている区画のことをクルワというんですが、内側にあるクルワが内グルワ、そして中間地点にあるのが中グルワ、そして外側にあるのが外グルワというふうな呼び名で呼ばれています。現在僕がいるのは外グルワです。外グルワはさっきお話しした通りこの紫色の色で塗ってあるので、だいたい町人が住んでいた場所でしょう。なのでまあ町人が住んでいる感じの道があるんだなという想像をしながらここを歩いていきます。なんかあるぞ。戦前の中野門筋、中野門っていう門がですねずっと向こうの方にあるんで、まあ後で説明しますが、その門がある筋だから、中野門筋といった道の名前だそうです。中野門筋は江戸時代の大手門通り、まあ、つまり大手門というのはですね、お城の正門みたいなことなんで、まあ、お城の正門につながっている通り道といった名前です。まあ、各地にあります大手門通りですね。でこの筋沿いには代々町の年寄りを務める、年寄りっていうのはまあ町内会の会長みたいな感じを務める豪商など大きな屋敷が立ち並んでいました。まあ、かつての写真見てもね、確かにメインストリートと言ってもいいでしょう。ちなみに現在僕が歩いているこの外グルワですが、まあ、この辺りはね紫色の色で塗ってあって商人が住んでいたということがわかるんですが、ちょっと東の方向に行くと白っぽい色に変わってくるんですよね。まあ、これ何かと言いますと、白はですね武家屋敷があった場所です。で、まあ、大きく見たらですね白いエリアというのはここが多分でっかく、まあ、白くなってるかなと思います。でその外側にこんな感じで白いなんだろうな、L 字型に、まあ、囲われているそんな感じなんですが、この、お城のすぐ近くにある白い部分というのはですね結構偉い武家屋敷で、外側にあるのはまあ足軽とか鉄砲隊とかそんな感じで、まあ身分としては低い人たちが住んでいた武家屋敷です。だからまあこの配置から見るに多分敵がやってくるのは東の方だというふうな想定だったんでしょうね。東の方向に守りを固めているそのように見えますので、でこの鉄砲隊たちがですね実際に、戦になった場合はこの周辺にあったお寺、ここにいっぱい集まりまして、まあ、砦のような扱いを受けてここで防御していくといった戦い方を想定していたんだと思います。とにかくどんどん中野門筋を北上していきましょう。これはまたアーケードが出てきましたね。読み方はちょっと合ってるか分かりませんが、西二階町か西二階町かそんな感じで読むんでしょう。さてこのアーケードですが、だいたいねアーケードがある場所は昔からあった道というふうに決まっていまして、古地図を見てみましょうか。あでもこれまっすぐだな、完全に昔からの道だな。じゃあ古地図で現在地を確認してみると、鹿間門から北の方向に進んでいきまして、こちらが
中野門筋です。で、現在地はここの交差点ですね。この西の方向に、東の方向にずっと進んでいきますと、まあ、町屋がつながっているんですが、途中でね、町屋が北の方向に曲がります。で、北の方向に曲がったかと思いますと、また東の方向に曲がっていて、で、出口があるみたいな、そんな感じなんですね。で、じゃあ反対に西の方向を見てみると、こっちの方向にずっと進んでいきまして、あ、ここにも出口があるみたいな感じで、まあ、城下町を道がずっと通っているんですよ。この東西にまっすぐ続いている商店街ですが、この通りが実は江戸時代の山陽道でした。つまり西国街道です。つまりはこの南北の道が姫路城下町のメインストリートで、この東西の道が西国のメインストリートということで、もうここがね、多分当時一番栄えていたエリアだろうと思います。そんなメインストリートとメインストリートが交わるこの場所なので、向こうにね、面白い看板がありましたよ。脇本陣名化跡。こちら書いてあることを読んでみると、名化跡は相生だったかな、これ読み方、相生出身の豪商で、その屋敷は江戸時代を通じて本陣に通じる脇本陣に指定されていた。で、本陣というのはですね、ここに街道が通っていましたので、まあ、例えばお殿様とか偉い人が通るときには、まあ、ここに泊まりますよみたいな、まあ、高級旅館と言ったらいいでしょうか、そんなものを本陣と言っていました。で、それに準じるような脇本陣、だからサブの本陣ですね、そういったものに活用されるほどのお屋敷がここにあったそうです。他にもこの脇本陣名化跡からですね、反対側の方向を見てみますと、ここには富屋といったお薬屋さんがあるんですね。で、さらに横の方を見たら、なんか古いものが、写真ですね、残っているんで、これも見に行きましょうか。これを見に行ってみると、戦前の富屋薬房って読むのかな、富屋薬房は、1684年、すごいな、江戸時代ですね、その頃の創業の老舗で、たくさんの病気によく効くというお薬を作っていましたと。江戸時代の姫路で最も栄えていた交差点というのがこの交差点だったので、かつてはたくさんの人々が行き交っていたんでしょう。じゃあこの交差点からさらにお城の方向に進んでいきます。つまり北側の方角ですね。すると一つ目の交差点にですね、あそこに看板がありまして、札の辻、あ、珍しい、札の辻って読むんだ、札の辻っていうのが結構多いかなと思うんですが、解説を読んでみると、江戸時代法度人相書き、ここ難しいな、法度というのはですね、まあ現代の言葉で言うと法律、まあ今は法律はインターネットとかでバーッと広がったり、なんかテレビとかで広まったりすることができるんですが、そんなことかつてはできませんので、まあここにね、あるかな、絵が あるな、こんな感じの、なんていうかな、掲示板ですかね、掲示板みたいなものを置いて、でそこでこんな法律作りましたよみたいなことを周知していたというのが、まあこの札の辻なんですが、他にも人相書き、これ指名手配ですね、そんなものを記した考察場といったものがこの辻の南西の角ということはこっちですね、この辺りにあったんでしょう。で、続きを読んでみると、ここは姫路城大手の中野門筋と重要な工事の道、西海道の交差した城下町で最も多くの人々が往来する場所であったというふうに書いてあって、え、さっきの話と矛盾するじゃんというふうに思うかもしれませんがですね、実はこの西国道っていうのはですね、まあこの道のことなんですが、実は後に先ほどの道に付け替えられていますので、まあ時代によって場所が変わったというふうなことですから、矛盾はしていません。そんな札の辻の一個北側にある道、あちらが現在国道2号として知られている道路です。この国道2号ですが、ずっと向こうの方を見てみてもね、わかるかなと思います。この辺りになんか山っぽくなってるの分かりますか。ずっとこの山のようなものが続いているんですよ。現在見ている方向が東の方角なんですが、この山のようなものは西の方にも続いています。で、さっきちらっと映ったように、ここには石垣があるんですね。もうお分かりかなと思いますが、ここにはかつてお堀があり、そしてここに門がありました。これが中野門です。つまり古地図で確認してみると、今まで通ってきた外グルは、ここがですね、商人が住んでいた場所という話をしたんですが、これが中野門なので、この門から向こう側はもうね、武士が住んでいるエリアになります。
この青いお堀の部分が現在いる国道2号線だからね、まあ、この辺りは全部水だったわけです。でちょうどこの辺りに、土で作った橋がありましたので、向こう側に渡って、門の中に入っていく。向こうの方にはもう武士が住んでいますので、普通の一般庶民、僕みたいな人間はかつては入ることができませんでした。そのような様子はこの鳥観図からも見て取れます。外の方だから、お城の外にはこのようにまあ屋根がですね、まあ、草で作られているような、そんなお家が並んでいるという話をしました。でその中に入って外ぐるわはこのように長屋が並んでいまして、中には草の屋根のお家もありますが、まあほとんどは瓦で作られているかなといった感じで、これがですね、ここにちょうど書いてあるのが見えますかね、中野門というふうに書いてあるんですが、現在地はここで、この中に入るとどうなるかと言いますと、お屋敷のね、長いこの塀がありまして、で門があるみたいな、これが武家屋敷なんで、もう全然ね、町の性格が変わっているわけです。ということで、じゃあ武家屋敷のあったエリアに入っていきましょう。この中野門はマス型だったんですね。こんな感じで四角く防御の設備が出来上がっていまして、まあ、敵が入ってくるとしたらこっちから入ってくるんですが、入ってくる際にはここの狭間というんですが、この穴からですね、鉄砲とか弓矢とかをバンバン打ち込んでいって、敵兵を殺していくと。でやっとこの中に入れたと思ったらね、もうこの中で、まあ、袋のネズミ状態にされて、こっち側からバーンと打ったり、こっち側からバーンと打ったり、まあ、この上からも打てるんで、まあ、ここでもいっぱい死んでしまうみたいな、そんな感じの防御の仕組みが出来上がっていました。で見てみると横にね、これ多分土の表現だと思うんですが、多分草が生えてるんでしょうね。ここら辺の土をいっぱい掘った後の土をここに持ってって、でここに土塁を作るみたいな、そんな感じです。ということで、マス型だったなら多分入って一回左に曲がらなきゃいけなかったんでしょうけど、さすがにその意向は残ってなさそうですね。さて中野門橋を通り過ぎましたので、中ぐるわに入りました。もうこの辺りは武士が住んでいた場所です。ということで中野門を通り過ぎまして、まっすぐ進んでいったら行き止まりに到着し、一回右に曲がった後に左に曲がるといった、まあ鍵型の形になっていたようですね。この鍵型ですが多分残っていそうですよ。今この道をずっと進んでいきますと木がありますよね。あそこで多分ぶつかって右に曲がる必要があるんでしょう。まっすぐ進んできましたら木にぶつかって、で一回右に曲がった後にここから左に曲がらなければいけないと。現在もその昔の形が残っています。多分この道は昔からの幅を残してくれているんだろうな。多分発掘かなんかあったんでしょうね。でこっちの方見たらこのように石垣が残っていますので、多分これも武家屋敷の石垣をそのまま使っているんでしょう。まあ、ここら辺は、ね、確証がないので僕の勝手な想像です。奥の方には見えてますね。いいですね。姫路城の天守閣が見えています。つまり現在地はここの道をまっすぐ行ってカクカクと曲がったこの辺りから北の方にある天守を見上げている、そういった状況です。じゃあこの道をまっすぐ進んでいきますと、なんか右側に橋がかかっているんですね。広場があるのかな。もう広場はなくなってそうだな。あそこ車がいっぱい通っているんで、まっすぐ進んでいくと多分この車が通っているあたりとその奥の方にあるのが先ほど見ていた広場で、右の方を見たら橋がかかっているのが見えます。こちらの鳥観図で今通ってきた道を確認してみると、だいたいこの辺りが駅があった場所で、駅があった場所から鹿間門に向かっていき、で札の筋ですね、ここに考察場が見えています。で札の筋をずっと北の方向に進んでいきますと、ここは中野門で、さらに先に進んでいったらまっすぐ行って右に曲がって左に曲がるみたいな、そんな感じで、広場に到着で、この橋を渡って姫路城、現在も残っている内ぐるわに入っていきます。
現在見えているこちらの堀が内堀です。だから僕が立っているこの場所がですね中ぐるわで、この堀の向こう側が内ぐるわになります。この橋を渡った先にはもうね石垣ばっかりで、かつての姿は残っていないんで、なんか弱そうだなと思うかもしれませんが、見てくださいこれ、先ほどの長官図なんですが、橋を渡ってすぐ向こう側にはねこんな感じで白壁の櫓がいっぱい並んでいた様子が描かれています。つまり今はねあんまり分かりにくいんですが、この石垣の真上のあたりに櫓とかがあって、まあ向こうの方から僕が現在いるこの場所を狙ってきていたわけですよ。だから攻め込もうと思ったら見えない位置にたくさんの兵が並んでいて、でこっちを狙っている、そのような状況です。しかもですよ、おそらくですがこの橋もかつて木造ですぐ壊せるようになっていたと思います。だから敵がやってきたというふうになりますとね、ここの橋をぶっ壊して中に入れないようにする、そのような仕組みになっていたんでしょう。それでは橋を使って内堀を渡り、内ぐるわに向かっていきますと思ったけど、橋を渡る前になんか面白そうな看板がありました。姫路城大手門と桜門橋と書いてありまして、現在地がこの辺り、入っていって、あーすごいな、めっちゃ曲がってんな、カクカクと曲がっていって中に入っていくんだ。ここがですね大通り、後で説明しますが、まあ、あのお城の中にある広い通り道です。で左側にはお屋敷があって、右側にもお屋敷があるみたいな、そんな感じなんですね。もうここら辺突破するのがすごく難しいような作りになってますね。それでは橋を渡って内堀を通り過ぎ、内ぐるわに向かっていきます。目の前には、まあ、先ほども言った通りここには今は櫓はないんですが、それを想像しながらね入っていくとすごく楽しめるでしょう。向こうに見えている橋からこの門を通ってですね中に入ってきましたけど、多分ここに線のようなものがあるのは、昔ここにね石垣があったんですよというような目印のように見えます。向こうの方にもねあるんですよ、足元、できるだけね人の顔が映らないようにしているんですが、こんな感じ見えますかね。だから先ほどの境界線を踏まないようにしていけば、おそらくかつての通り道がわかるかなと思います。ということでこのラインの左側ですね、ここの部分が昔の大通りだった部分です。すごいな、これ向こう側ね芝生みたいになってるんですけれど、芝生のところにも分かるようにしてくれてるよ。僕はこの昔の大通りを通って向こうに進んでいきたいんですが、ちょっと通れないようになっていますので、まあ仕方がない、回り道していきましょう。向こうに見えている場所から回り込んできました。こっちから見たらですね、ここにあの道の跡みたいなものがあり、向こうにもあるんですよ。だから現在僕が立っている場所が昔の道で、でこっちに進んでいけばお城がある、そんな感じです。じゃあここから先はですね、内ぐるわだけが映っている長官図に変えていこうと思うんですが、ご覧の通りですね現在僕がいるあたりは、だいたいここですね、現在僕はここにいるんですが、周辺にはねたくさんの屋敷があるんですよ、がもうねそれはなくなってしまっています。今から中に入っていって、この姫路城の内側にはいっぱい残っている様子をお見せするんで、現在僕がいるここ三の丸というんですが、三の丸にねほぼ残っていないというのは結構違和感があるんですよ。ではこの三の丸のお屋敷たちはなぜ消えてしまったのか、その理由がですねこっちに歩いていったらわかります。その理由がわかるというのがこちらです。この石にですね文字が書いてありまして、歩兵第十連隊あと日というふうに書いてあります。江戸幕府が倒れて明治新政府が成立し、明治時代になるとですねお城を廃するというふうに書いて廃城令といった命令が出ます。その命令によって全国のお城は壊されることになりました。皆さんがご覧になっている三の丸、ここは陸軍省の管轄になり、歩兵第十連隊の兵舎が置かれた場所です。向こうに見えている姫路城も入札の上取り壊すことになりました。それがですね23円50銭というふうな金額で落札されたようです。ところがですね取り壊しにも膨大な費用がかかります。ということでお城を入札した人もですね取り壊すことはせずにそのまま放置して、この姫路城は荒れ放題になっていきました。そんな荒れ放題だった姫路城はですね現在見てみると綺麗に保存されているんですよ。
なんで現在に至るまで綺麗に保存されているのかという話はですね、中に入ってからしようと思います。ここにちょうどいい姫路城の歴史というものがあったので読んでみますね。もともとは鎌倉時代頃に赤松則村、赤松延伸といった名前も有名ですが、そういった人物がですね、作ったお城というふうに知られています。当時鎌倉時代ですので、北条といった一族がですね、執権北条氏として政治の実権を握っていました。その北条氏たちを倒そうというふうに考えて東の方向に向かっている、その土地に作ったお城だそうです。その頃はですね、お城というよりは砦といった方が我々の感覚には近いんじゃないかな、そのくらいの規模のものでした。じゃあ我々が考えるお城のような形になったのはいつなのかという話になってくると思いますが、それはですね、羽柴秀吉が毛利攻めのためにこの播磨に入国して、で三重の天守を築いた頃がおそらくその頃だと思います。これがその時の築城の様子を描いた浮世絵です。描かれたのは江戸時代なので、羽柴秀吉と言いますと徳川の敵ですから、羽柴秀吉という名前を避けているのが面白いところ。当時この姫路城の城主は黒田官兵衛、彼が秀吉の播磨平定に協力してこの姫路城を献上しました。とはいえその頃はまだ城と呼べる形になっただけであって、現在のこの豪華で複雑な形のお城を作ったのは徳川家康の娘婿である池田輝政です。この池田輝政が関ヶ原の戦いで、武功を挙げてこのお城をもらい、そして入城していきます。その後約9年間という月日を費やして、現在も残っている大きな天守と小さな天守を結んだ天守群を作り上げたんです。当然ですがこれらの天守群とそれを結ぶ渡り櫓は国宝でして、で下に書いてありますね、日本で初の世界文化遺産に登録されました。このタイミングで、姫路城ともう一つ世界文化遺産になったのが奈良にあります法隆寺です。それではそんな世界文化遺産であり国宝でもある姫路城に入っていきましょう。さて中に入りましたけども、ね、本当見どころは山ほどありますので全部説明することはせずに、僕が要点というか知っている話だけ話していこうと思います。この門までが三の丸で、この門をくぐったら二の丸です。こちらの門を過ぎますと天守がね、すごく綺麗にかっこよく見えるんですが、攻めているというふうに考えるとこの分かれ道をね、どっちに行けばいいんだというふうに困るわけですよ。で例えば右に向かって進んでいきましょうか。じゃあ実際に進んでいってみると分かるんですが、こっちはね、行き止まりになってるんですよね。あ、こっちに少し門があるぞ、ちょっと見てみましょうか。このくらいの大きさの通路であれば実際にここに石を積み込んでしまって人が通れないようにするなんていう作戦も立てれますので、実際戦いの場合はそういったことも考えられていたんでしょう。要するにこのようにして、大軍がやってきた場合も1000の大軍がやってきたら500と500に分けるみたいな、そんな感じでね、敵を分散させていき倒しやすいようにしていた、そのようなお城です。ということでこの分かれ道はですね、右に行かずに左に行くのが現在の順路です。しかしその前にこの姫路城がなぜ保存されたのかという話をしていませんでした。続きですね。その続きがこちら、中村大佐顕彰碑といった石碑があるんですよ。中村大佐とは一体誰なのか。こちらがその中村大佐、中村重と、またの名を中村慎一郎というんですが、一体どういう人物かと言いますと、江戸時代末期から明治時代にかけての陸軍の軍人さんです。明治時代に西南戦争といった日本最後の内乱が起こりました。新政府に不満を持つ不平士族を率いて戦ったのが西郷隆盛です。日本の西南の部分で起きた、つまり九州のあたりで起きた西南戦争ですが、西郷はですねこの鹿児島のあたりから北上していき、で熊本城周辺で戦いになります。この熊本城に、新政府側として残っていたのがですね、先ほどお話ししていた、中村大佐です。中村大佐は西南戦争で燃え落ちていく熊本城の姿を見て大変なショックを受けました。その後西南戦争が鎮圧され落ち着いた後ですね、中村大佐は
東京の方に戻っていきます。その途中でこの姫路、ここにあった第10連隊ですね、そこに立ち寄りまして姫路城を目にするわけです。するとそこにあったのはボロボロになって放置されている姫路城でした。これはまずいと中村大佐は考えます。そしてこの姫路からさらにですね東京の方に向かっていくとなりますと名古屋もありますので、名古屋城の惨状も見てこれはまずい、名古屋城もやばいぞという話になってきます。そして最終的に東京に到着するんです。東京に到着した中村大佐は当時の陸軍のトップである山形有朋に直談判します。なんとかして姫路城と名古屋城を保存してほしい、そういうふうに言うんですね。その願いが聞き入れられたので現在も姫路城はこのように残っているんです。だからここに中村大佐顕彰碑が残っています。それでは天守に向かって歩いていきましょう。ある程度歩いていきますとこのような櫓が見えてきます。こちらの櫓は化粧櫓と呼ばれておりまして、千姫といった人物に関連のある櫓です。千姫とは一体誰なのかというとですね、徳川家康の孫にあたる人物です。彼女は、徳川と豊臣の政略結婚の中で豊臣秀頼に嫁いでいます。しかし皆さんご存知の通り、豊臣家は大阪夏の陣で滅亡します。ということで大阪城はどんどん燃えていってしまい落城するんですが、その燃え盛る大阪城から救出されたのが千姫でした。そんな千姫は本多忠勝の孫である本多忠時と再婚します。本多忠時の父である忠政は桑名十万石の藩主だったため、結婚式は桑名で挙げられました。その後本多家は播磨の国への移動により15万石に加増されます。しかも家康の孫娘ということで結婚祝いに10万石のお祝いをもらっています。だから一気に10万から25万へと大出世をしたんです。この化粧櫓はその時の結婚祝いで千姫のために作られたものです。こうして本多忠政が姫路城に入り、先代の池田輝政が築いた城にさらに手を加えました。そうやって忠時と千姫の住む場所とされたのがこの西の丸です。その後千姫は女の子と男の子を産みました。男の子はですね本多家の世継ぎとなるということで、本多家は繁栄していくだろうというふうに思われたんですが、しかしですねそううまくはいきませんでした。男の子は3歳で死んでしまったんです。その後も千姫は神に祈ったり神社を建てたりして男の子が生まれますようにというふうにお祈りをしていたんですが、一向に子供が生まれません。ということで次第に周囲はこれを豊臣秀頼のたたりだというふうに言うようになり、とうとう本多忠時も死んでしまいました。つまり千姫は最初の夫である豊臣秀頼、そして自分が産んだ息子、さらには2度目の夫である本多忠時を失って出家するという悲しい人生を送りました。そんな千姫が住んでいたのがこの姫路城の西の丸です。この西の丸から見える姫路城の角度というのが結構有名でして、よくポスターとかに活用されています。上空から見たら分かりやすいんですが、姫路城の天守というのはですね、大きな天守がここにありまして、その周りにはこんな感じで小さい天守が3つあり、それを廊下でつないでいるといった構造をしています。そのような構造を連立式天守というふうに呼んでいまして、姫路城がその連立式天守の代表的な例です。他にも有名なものでいうと松山城も連立式天守になります。この姫路城は壁と屋根瓦に白い漆喰が使われています。屋根瓦見えるかな、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあところどころ白い漆喰が使われているのが見えるでしょう。このような様子からお城が白く塗られている、つまり、これをですね白いサギが羽ばたいているようだということで白鷺城もしくは白露城というふうに別名で呼ぶこともあります。それでは西の丸を後にしてまたさっきの場所に戻っていきましょう。さて化粧櫓の真下に戻っていきました。ここから天守はですね右に曲がっていくんですが、現在工事中ですね。この道も結構有名な道ですが、まあちょっと今見てもわかんないんで今回は触れないでおきましょう。さて工事エリアを抜けましたが、もうこのように天守閣がすぐ近くになってきます。ちょっとね雨が降ってきてるんで早めに天守に入っちゃいましょうか。天守内部は結構ね他のお城も同じような説明をしていますので今回することはないですが、この姫路城で最も
特徴的なのはこの最上階ですね。いやそれでもね、天守の中身の大きさが段違いにでかいですよ。このように階段は急になっています。まあ急になっているのはですね、できるだけこの建物の内部の面積を広くしようということで、この階段の面積を狭くするといったことで急になっているんです。お城の構造の話はですね、姫路城以外でもできるんですが、この話は姫路城の天守閣最上階でしかできません。姫路城の最上階にはこのように神社があります。御祭神は姫路おさかべ狼と書かれています。この姫路城の天守閣を舞台にした天守物語といった物語があるんですが、あ、今上に書いてあったのはこれね、ジャンルがホラーなんですよ。かつて弘仁天皇といった方がいらっしゃったんですが、この弘仁天皇いつ頃の人物かといいますと、奈良時代の最後の方ですね。その王子に長部親王といった方がいらっしゃいました。この長部親王の父は弘仁天皇ですが、母はですね、伊賀内親王といった人物でした。でこの伊賀内親王の息子である長部親王が、よし次の天皇だという話になって皇太子になるんですが、実はですね、ここから陰謀が始まっていきます。伊賀内親王が弘仁天皇を呪ったという話になってくるんですね。ということで伊賀内親王の息子である長部親王、お前は天皇にはふさわしくないということになりまして、皇太子から外されてしまうんです。こうして次の皇太子を見つけなければという話になって、皇太子になったのが後の桓武天皇。皆さんご存知でしょう、平安時代の一番最初の天皇です。そんな話に尾ひれがついて、どんどん伝説が広がっていき、最終的にはですね、姫路城に住むと言われる妖怪長部姫といった妖怪が生まれます。長部親王の娘だったかな、そんな感じの人物がここに住んでいて、なんか恨んでいるみたいな、そんなお話なんですよ。ということで現在もこの姫路城の天守閣最上階には姫路長部狼が祀られているわけです。こちら窓の外を見てみたら、向こうの方に今日出発した姫路駅、その展望台が見えています。今も人がいますね。こちらいい感じに模型がありましたので、今日最後に今回通った道を確認していきましょう。一番最初駅からスタートしましたが、この辺りがおそらく駅かと思います。そこから西の方向に歩いていきますと、少し線が見えていますが、この辺りが鹿間街道で、右に曲がると鹿間門があり、ここがですね S 字のカクカクしたところですが、そこからさらに東の方向に進んだら、こちらが中野門筋で、ずっとここの街道を進んでいきますと、多分これが、あ、どっちだ、あ、こっちか、これですね。ここが札の辻じゃない、札の辻かと言っていた場所で、ここが多分、西国街道でしょうね。でずっと進んでいきますと、ここが中堀で、これが中野門で、入っていったらこちらが三の丸で、二の丸で、本丸で、現在いる天守です。あー、よかった、雨は上がってそうですね。これにて今回の動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。